何ですか？これ、壁ドンって言ってな、俺がお前を絶対に逃がさないって意思表明だな。あの、ですから私は逃げませんと。行動の話じゃない、俺の考えについて、ソルテの考えを正直に聞かせてほしい。濁すような言い方したら俺も男だ、わかるな。え、何されるの？よし、ここまでは俺の予想通り、少しでも解釈違いがあったら俺普通に破壊岩で殺されてたから助かった。以前にふざけて壁ドンの練習しててよかった。あいつらとの遊びも変なところで役に立つな。お前を逃がさないでー。あ、これすごいわ。すごくドキドキする。できればヨウデと一緒にまたドンもしてくれたらもう好きにして。ってなるかも。一歩間違えたら股間にダイレクトアタックかましちゃうじゃん。そうなったら怒られるしそれはパスで。何のために特訓してんのよ。強くなるためだわ。少なくとも壁ドンまたドンするためじゃないわ。とりあえずあともう一押しだな。かますで必殺またドンを。とりあえず決め台詞だな。ここのセリフでソルテが本音で話してくれるかどうか決まる。お互い接点がない以上、このハイリスク攻略でやるしかないんだ。お前は俺のもんだろ。正直に話せ、ソルテ。強引、私、こういう強引でストレートなのすごく大好き。過去の行動はソルテにとって憧れのシチュエーションだった。ソルテは優柔不断で普段は文学少女。表では武将と呼ばれていても中身は内気な18歳。普段は男性。この場合主である過去との恋愛を夢見る乙女だった。そんな彼女が今現在主である過去から積極的に誘われているのだ。結論から言うと、惚れないわけがない。過去は重大なことを忘れていた。帝国はあくまで過去に何かしら好意がある女神だけしかメリアが呼んでいない国である、ということを。それは私を。求めてくれるというわけですか。ああ、ソルテ、お前を知りたい。何を考え、何を思って、どうしたいのか全部だ。その、私も、主様のこと、知りたいな。なんて。そうか、ならソルテは俺を認めてくれるのか。はい、すべてを。え、は、うそ？この光ってもしかして転属神経薬？なんで、俺は別に転属神になることを許容なんてしてないぞ。どうしよう。ドキドキしすぎて足に力入らない。ソルテ、あれ、そうだ、以前の俺ともしかして、専属神契約の約束とかしてたか？はい、現在の総長と副長6名はメリア様から、専属神候補、として置かれていたメンバーです。基準は外様に気に入られて専属神として認められていることです。私たちはメリア様の許可次第で専属神の合否が決まっているところでした。マジか、初耳だぞ。だからメリアは堅くなに枠を開けていたのか。おそらくメリアの地球での判断基準は、帝国の専属神候補たちより優秀か否か、ここでメリアの基準がはっきりしたな。でもよく見たら素敵で可愛いな。今までいなかったタイプが、ことかはどっちかというとか弱いおとなしい系だったからな。立てるか、早速だけど、ソルテの話を聞かせてくれるか、専属神になった直後で申し訳ないけど。はい、私に何を聞きたかったのでしょうか。なるほど、主様の計画のために一度足並みを揃えたい。だけどトールとの交渉がうまくいかないから実力行使で認めさせたいと。そうだ、トールからも一応その方法が問題ないという証言はもらっている。ただ各自どう判断するか、そこだけが気がかりだったんだ。問題ないですよ。そもそも私もこの各自自由に動いてることに不満があった。それと同時に誰が正解かわからなくもなっていた。ですがトール討伐はどのようにお考えで、すでに聞いているとアリシアの嘘もすでに認知している。アリシアの力を借りないとなれば私がトールと戦いましょうか。いや、そこはある程度目処が立っているんだ。そもそもアリシアは俺を試している。だからソルテを使いますじゃあちょっと格好つかないだろう。あくまで俺の力だ。ですが、トールに確実に勝てる実力者はこの全世界でも100名ほどしかいない。それどころか闘神として戦いのポテンシャルが高いのは事実です。だからだろう、トールは戦いに強い自信を抱いていた。そしてあの性格だ、勝つ、だけなら可能性は十分あるよ。ソルテ、せっかく専属神になったんだ、俺に協力してくれないか。俺がこれからソルテの判断や責任を担ってやる。だからソルテ、俺の命を預かっててくれないか。君はきっと誰かのためになら動けるはずだ。ならこれからは俺のために動いてくれ。そこに迷いは必要ないよ。ああ、この人は、力を失っても、以前のパト様じゃなくても、変わらないんだ。世界でたった12体しか存在しない最も純粋な鬼、正気人。私はその紫、コーリー・ビオレット。この世は生き物の聖者を司る、正気人、邪気人、で均衡が保たれている。これらどちらかが欠けると生き物のバランスが壊れ、最悪生き物の生態系を壊す恐れがある重要な一族。
私は聖紫、知性と好奇を司っているため、私が死ぬとて紫の力が勝ち、生き物は知性を悪意にしか使わなくなる。誰かを助ける善意がなくなり、自分が不幸になってでも他人を不幸にしたいという思考になる。私は善人から引き継ぎ、今の地位になってから自身の力を理解することなく、ただただ内気なまま自分のテリトリーから動かなかった。それが自分の使命だと信じて。そんな時に現れたのが主様とメリア様だった。ご主人、いましたよ。激レアです。これが世界でたった12体しかいないという鬼か。綺麗だね。ムッフ、こんな激レアを配下にしたとなったら姉様兄様たち全員羨ましがるでしょうね。私もこの場所を見つけるのに何度苦労したか。ご主人、ここです。ここから私が計算して算出した歩数と距離、呼吸の回数、瞬きの回数、特定の行動、全部真似てついてきてください。激レアゲットだぜ。真っ暗だな。ご主人、一度間違えると一生出られないかもしれないので気をつけてくださいね。大丈夫大丈夫、その時はこの空間壊すから。そうやって何度もやり直し、トライから32回目でなんとかクリア。絶対にこのチャンスを逃すわけにはいきません。なんだろうこの神たち、まさか私を捕獲するつもりなのかな。怖いな。ここに客人が来たのは初めてなのでどうしたらいいかわからないのですが、要件は。ご主人の従属になって。私、正気人、ですごく重要な使命があるので、それは。なんて、ご主人の従属だよ。帝王神候補1位の従属だよ。その意味理解してる。次期帝王神になる神だよ。つまり最強の神の従属になれるんだよ。それってすごく光栄なことだよ。なのにまさか不満があるの。君の役割よりも大事なことがあるんだよ。だからご主人についてこない理由とかないじゃん。そもそもせっかくここまで来たのに手ぶらで帰るなんてやだ。最後が本音だよね。ご主人も何か言ってください。すごく綺麗な空間だ。こんな神秘的な空間は初めてだ。さすがご主人、私もそう思ってたんですよ。本当かっこいいですね、ご主人は。ということで来てください。来ないとずっとここで泣きわめきますよ。私欲しいものはもらうまで泣き続ける不動のクライシストって呼ばれているんですよ。ただの情緒不安定じゃないですか。さあ、涙が出るぞー、するぞー。メリア様の第一印象は面倒くさい女。初めて会った時は9歳とはいえ、あそこまで面倒くさい人は今の年になっても出会ったことなかったわ。さあ泣くぞー。私の涙が尽きるのが先か、私が怒りに任せて殴りかかるのが先か、我慢比べだ。実力行使に移すだけですよね。メリア、それは長くなるからやめてくれ。それは俺がいない時にやってくれ。わかりました。では泣くのはやめます。ふう、もう一人の神が常識あってよかった。できればお引き取り願いたいのですけど。君はずっとここで一人ぼっちで寂しくないの？いえ、一人は慣れてますので。でもみんなでいた方が楽しいぞ。俺だって面倒くさい使命だらけだけど、使命にだけ囚われて生きるなんてつまんないじゃん。だけど、もし、私は正気人、だから、間違ったり、死んだりしたら世界を混乱にしちゃうし、そんな大事なこと、決められない。じゃあ全部俺のせいにしちゃえばいいじゃん。俺すごく偉いし、君がダメなことをしたら全部俺のせいにしたらいいんだよ。どうせ俺が悪いことしてもまともに言ってくるやついないし、俺最強なんだぜ。一度だけ試してみよう。その迷いは全部俺が受け負ってあげるから、君は迷う必要はないよ。この人はいつも私を引っ張ってくれる。私が初恋した時のあなたとそこは同じでよかった。この人を信じよう。たとえダメだったとしても、私はこの人に全てを出せる。だって今私がここにいるのは彼のおかげで、今も前を向かせてくれたのは間違いなく彼なのだから。主様、この部屋から出る前にもう一度先ほどと同じことしてもらっていいですか？ああ、壁ドンか。別にいいけど。できれば耳元で俺のものになれよ、って言ってもらっていいですか？ああ、やり直したいのか。まあ不満は残さないように妥協せず求められたこと以上のことをやろう。ソルテ、俺のものになれよ。は、はい。はい、じゃないだろ。わかりました。だろ。今からいろいろ教えてやらないといけないな、ソルテ。俺色に染めてやるからな。覚悟しておけよ。キュー。すごく満足したいだな。それにしてもすごいな。せっかから借りた少女漫画のセリフそのまま使っただけなのに。大丈夫かソルテー。は、はい、また明日お願いしていいですか？あまり乙女心をいじりたくないんだけど、まあ、ソルテがいいなら特別にいいよ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。